15年、奪われた投票権。あの選挙。やっぱり何かがおかしい。衆議院選挙の投開票が行われて、自民党が過半数割れしてしまいました。これなんとですね、15年ぶりの出来事で、15年前何があったかっていうと、2009年、民主党政権が誕生した。自民党がゲアしたあの時と同じ状況が、今回、生まれてしまったと。これ事実上の、 大敗北と言っていいでしょう。主な政党の今回の結果なんですけど、公明党、これも敗北と言っていいでしょう。何せ代表と副代表が小選挙区で落選してしまうっていうことが起きてしまいましたから、立憲民主党は大幅に議席を増やしたんで、これも大勝利です。日本維新の会も、まあ、要所要所では負けてるんですけど、大阪ではあの強い公明党を完封したっていうことがあって、まあそこまで負けてないと。国民民主党。 これ大躍進です。議席4倍になりましたから。その内容もすごくて、公明党代表を落としたりとか、次のキャスティングボードを握る、まあ、党だって言われてますね。 で、令和も躍進です。議席3倍になっちゃって、ついに共産党の議席数を超えてしまいました。で、共産党は、まあ、ほぼ横倍なんですけど、今回の与党大敗北の割には勝ててないということで、これ、まあ、超敗北と言っていいでしょう。まあ、その他ですね、日本保守党が3議席獲得したり、ま、賛成党も3議席獲得するなど、まあ、全体的にですね、結構な動きがあった 選挙だったったて話なんで,すよで、問題は、今回過半数割れ起こしたってことで、与党は、連立相手を決めないと、これ事実上、政権交代が起きてしまう可能性が出てきちゃったんですよ。なぜなら、次の首相、主犯指名で、野田代表を、 ま、立憲が押すわけですよ。そしてここに連立組むであろう、全与党がここに組みしちゃったら、なんと総理大臣変わっちゃうんですよね。まあ、これやばくないですかまあ、そもそも立憲民主党なんでこんな大躍進したんだと。 投票の内訳見てみると、40代以上が結構多く立憲民主党に入れちゃってるわけですよ。で、なんでそんなこと起きるのかって話なんですけど、これ、メディアなんですよ。メディアの印象操作なんですよ。これ何かっていうと、ここ1年、裏金問題で散々バッシングしてきましたよね。40代以上は、まあ、テレビや新聞しか見ない層が結構いますから、もう自民党は嫌だってなっちゃったわけ。じゃあ、立憲民主党に入れようという、これよくわかんないムーブ なんんだけどメディアがそのように誘導したんですじゃあ、こう、年配の人たちが、この国をダメにするのかっていう話なんですけど、実はそうとも言い切れなくて、20代以下の投票率。相変わらず、めちゃめちゃ低いんですよね。そりゃ政治家たちは、高齢層の喜ぶような政策を打ち出すに決まってんですよ。まあ、結局、やはり日本国民の成熟度が問われた結果だったなと私は、 思いますし、なぜ立憲民主党ここまで躍進したのかっていうのは、私メディアの影響も大きいと思ってる。るそもそも裏金って言ってるけど、本当にそうかって話なんですよ。多くは、記載ミスって言うとみんな怒るかもしれないけど、そこまで叩くほどのことじゃないわけですよ。結果、 ま、政権交代起きちゃうかもしれない。これ、長い目で見たら、こっちの方が大損ですからね。よく言われる話だけど、衆議院選挙の一票の価値知ってますかと。議会が4年間で責任を持つ総予算は、 440兆円って言われてます。これを有権者1億5000万人で割ると、一票の価値は419万円。要するに投票に行かなかったら400万円を捨ててるのと一緒なんですよ。これはもっと周知されるべきだし、政治家は騒ぐべきなんですけど、絶対に言わないんですよね。これなんでかっていうと、投票率上がっちゃうと、 組織票で勝てなくなっちゃうから、自分たちに都合の悪いことを言うわけないんですよ。一応表面上は投票率上げましょうねって言って、例えば18歳から投票可能にしたりとかやってるけど、これもっと本腰入れれば絶対上がるんですよ。でもやりません。まあ、それルール決めてんのが政治家だからって話なんですよ。ね、あの、よく比例復活についてね、皆さんよく思ってない人たくさんいると思うんですよ。なんで小選挙区で有権者に脳、NO、を突きつけられた人が比例で復活するんだと、おかしいじゃないかって話だけど、 このルール決めてんのも、まあ、与党であり、まあ、政治家であるわけなんですよ。これ、彼らにとって都合がいいから、絶対になくならないわけなんですよね。だからそういう意味でも、すべての人が、まあ、票を投じることで、国民の民意をそこに反映させることができると、まあ、これをさせないようにしてるから、行かなきゃダメなんですよ。じゃないと、 今回みたいに自民党が嫌だから立民に入れるみたいな謎の行動が起きちゃうわけです。普通だったら、まあ、自民党の考えに近い保守政党に票が振られるべきであって、まあ、今回それがあったから大躍進見られたけど、本当はもっと増えてってもおかしくなかった。にもかかわらずこれできなかったのはメディアが印象操作してたからであり、 そのメディアをコントロールしてるのは誰なんだいって話なんですよ。元衆議院議員の杉村太蔵さん。まあ今テレビタレントとして大人気ですけど、あるテレビ番組であなたの一票で日本は変わる。そんなわけないからって発言が物議を醸してます。まあこれがメディアの本音なんですよ。投票に行ってほしくないわけ。だからこそ私たちは投票に行かなきゃダメなんですよ。メディアに騙されないでください。 あなたの一票はあなたの人生なんですよ。まあ、この構図って15年前に民主党政権が誕生した時と同じでメディアがまあ与党のことをむちゃくちゃにこき下ろしてそれはもちろん事実もあったんですけど事実以上に大きく騒ぎ立てた結果 多くの国民たちが、かの党に負の感情を持って、まあ、政権交代が起きちゃったと。実は今回も全く同じ構図。裏金、裏金と騒ぎ立てることで、私たちのお金がそんなことに使われてるなんて許せない。じゃあ、お給を据えなきゃいけない。という国民の感情を、これ、コントロール。票の操作をしたと言ってもいいのではないでしょうか。 これがメディアのやり方なんです。今回、その裏金問題で最も煽りを受けたのが、いわゆる旧安倍派と呼ばれる人たち。彼らは自民党としての出馬を許されず、無所属って形で皆さん選挙戦戦,戦ったんですよ。まあ中には落選してしまった人もいるんですけど、いわゆる重鎮たちは見事この苦境を跳ね返した。これついに安倍派の逆襲が始まるっていう話なんですよ。まあそもそも、安倍晋三さんって、この裏金問題 気づいた時に、これをやめろって言明した人物なんですよ。その後、議員たちが勝手にこれまた復活してやってて、今回お咎めにあったわけ。旧安倍派ってめちゃくちゃ言ってるけど、これ自体が印象操作で、これ何してるかっていうと、安倍晋三さんの権力、それは未だにあって、それをそぎ落としたい勢力が仕組んだ罠であったと思ってます。まあ、今回ね、大物議員の息子とかも落選してたり、 安倍派の力を削ぐことに成功したり、そして現総理の信用っていうのを失墜させたと、これ実は全て前総理の思惑通りっていう話なんですよ。彼は全ての政敵を潰すことに成功したと言っていいでしょう。でもそれって誰のためやねんって私は思うんですよ。 ま、石破総理は要するに、あくまでも担がれた見越しであって、指示を出してたのは別の人なんですけど、そんな石破さんが選挙前に謎のムーブしてたんですよ。それが立憲民主党野田代表とのある約束。それが増税路線で強調っていうこのニュース記事。石破さんって金融所得税の強化っていう話を総理になる前に言ってて、これが大問題になって、 一旦取り下げてますけど、立憲民主党は消費税25%に上げると、まあ増税路線を、まあすごく言ってるじゃないですか。実は彼らは、その増税という目的のために今回選挙をやらされたと。その増税っていう指示を出しているのは、実はこの国の真の支配者と言われている一つ。 財務省ですよね。彼らの指示によって今回の選挙、税金をわざわざ使って人々の時間を奪ってやった。与党なんか大敗北して、それ分かってたのになんでやらされたのか。それはこの選挙の後、大増税が来るっていう恐ろしいサインなわけ。 まあそんなことが起きないように今回与党とおそらく連立すると思われているあの党やあの党の人たちはストッパーとして機能してほしいし何のためにみんなが票をあなたたちに入れたのかっていうのを今一度思い出してほしいと思いますまあ僕はむしろ期待してますけどね今までの与党あの党の ま、一党支配と言っていい状態がついに崩れていい感じにバランスが保たれた緊張感のある国会になるんじゃないかなって私は期待してます。まあ、今回の選挙ってま、いろいろとおかしなことあって、まあ、昨日話しましたけど、綾瀬市の選管は外国人の方にこの投票用紙を渡していたりとか、ま、いろんなことあったんですけど、東京のある投票所で比例の紙が出てこないっていうアクシデントがあったっていう SNS 投稿が 物議を醸してます。この投票の紙がね、ちょっとこうトラブルで動かなくなっちゃったらしいんですよ。実際にそれを見て帰っちゃった人もいると。で、これがおひれがついて、比例に投票できなかった。みたいな感じで今、まあ、SNS で大騒ぎになってますけど、まあこれ実はちょっと違いますけど、でもこの投票機のトラブルって、まあ、これ一大事ですよね。実際に、あ、もうめんどくさいからええー、わって帰った人もいたんじゃないかなと思います。これって要するに、 投票できなかった。っていうのと同じことなんでね。まあ、それがあったからか、私夜の7時半に行ったんですけど、紙は全部事前に印刷されてて、まあ、なのトラブルもなく投票はできましたけど、まあ、これが、まあ、もし意図的なものだったらどうなのかなと、組織票っていうのがあって、それに入ってない票っていうのはむしろ邪魔だから、 投票させない方が都合がいいのかもしれませんね。まあ見事当選を果たした原口議員ですけど、ついこの前、大正昭和みたいな会社から、例のオティクワについて、 ありもしないことを言うなっつって、まあ、告訴されるという話がありましたけど、あれ実際には告訴されてないらしいんですよ。まあ、要するに法的処置を検討するレベルみたいなんですけど、それがまるで、あたかも事実かのようにニュースになっちゃって、原口議員はめちゃくちゃ迷惑してると、これ今逆に選挙妨害で訴えようとしてるらしいですね。まあ、今回の選挙って、まあ、全く争点にならなかった一つとして、例のオティクワの話っていうのがあるわけ。まあ、もちろん原口議員とか、他にも 民間の議員はこの闇についててて、まあ、語ってくれてますけどこういった人たちは、まあ、こう妨害されてたっていうのも、これ決して忘れてはいけない事実だと思います。現内閣がどうなってしまうのか、そして連立を組むのは誰なのか、政権交代が起きてしまうのかどうなのか、これからもますます目が離せない俺たちの国、 ジャパンということで、ハロー YouTube し根塚さんのニュースのネコ川にゃんまどんぶかやるんですわかりました。まあ、なんか投票所って、ご家族で来られる方も、ま、あたくさんいらっしゃって、ま、あ僕が行った時も、ちっちゃいお子さん連れのお母さんが投票してたんですよ。で、ま、あそのちっちゃい子はちょっと外で遊んでたんですけど、そしたら僕がこう出て行った時に、僕と目が合いまして、その子が、ママ変なおじさんいるそうですわそうですわって言って、去っていきました。そうですわの中ではでにあってたあの子伸びるわ お分かりいただけただろうかてるるる、てるるるって,れれれて,れれれて。はい。ひょっこりはんいけるいける結構真面目なんだなって思いました。はい。ひょっこりはん。てことひょっこりはんに似てるって7万回ぐらい言われたことあります。 I need to